これですね、ヘザーですけどね、このぐらいの伸びます。それで花咲いた、もう夏に花咲いた後ですね、これこんな花柄がありますけども、これでは混みすぎですね。このまま放っておくと雪がこうわっとかぶさって、あの蒸れも、夏の蒸れが来るんでね、このまま放っておくともっと混んでくるんで、剪定が必要になってきますね。ここら辺ものすごいでしょ、もう枝だらけになってるから、適当に吸いといてもらったらいいんです。ここら辺からね、まずこの伸びてるやつをこう探してね、伸びすぎてる分があります、こっちの方へ、それを探してこう切っていってもらって、それで何本も枝が出てるとこはその根元から切ってもらって、風が通るようにこうするわね。ここらこう混んでるでしょ、ものすごい、全然風通らないですね。これではこうして、こうしていくとちょっと空いてきたでしょ、こうね、ゆっくりやったらできますからね、慌てないで。地面に垂れてるやつはもう絶対にこう垂れそうになってるやつは、これは雪が積もったらこうなるからね、下へ垂れるから、これはもう絶対に切っといてもらったら、何も切っても出てきますから。で上伸びてる、最後にこう見たら分かるけども、上伸びてるやつこんな感じで、伸びすぎたやつはこう切っといてもらって、これで1本できたでしょ、こんな感じでね。であとはあの竹の枝をこうずっと刺しといてもらうとか、そういう具合にしといてもらったら、寒さには強いですからね、いけますから。であとすることはツツジ科なんで、この間にこのピートモスですね、これをぐぼーっと折っといてもらったらいいです。それで完了ですから、こっち側もずっとこれからやっていきますけどね、これ全部ね、こういう具合すっきりした状態にしてください。でないとダメですよ、ほっといたらダメだからね。これで剪定できましたね、こうやって、それで綺麗な状態になったから、この後ね、ピートモス入れといてください。これで完成ですね。これで大丈夫。